一方、今シーズンも J2 で戦う清水エスパルスの J1 復帰を目指して、元選手やサポーターによる意見交換会が静岡市で開かれました。このイベントはエスパルスを愛する会が企画し、大江ノ木克実さんや岩下圭介さんなどのクラブ OB と1000人のサポーターがチーム編成などについて意見を交わしました。チームとしての完成度、そういったところでやっぱり上回れてしまうと勝てないのかなって感じています。地元が盛り上がる、やっぱり熱を持つ、そこからスタートしたい、そんなクラブにもう一回なってくれたらいいなと。主催者はサポーターから寄せられた意見をクラブ側に伝え、 J1 復帰を後押ししていきたいとしています。そういうものはきちっとして